Sinukudziro mo araw. うん。血液って分かる。血は何型なの？
冬型かも。みんなどうするの中に入ってるの？ヘロ、ヘロご飯を持つ。辛くないの？辛いぞ。旦那さん、タイにいるんだよ。
こがうまいのかな。あいみょん食べないの？なんだ、うちが遠慮しないで好きしてあげるかも。アイビーの友達もこっち見てたらどうする？いいんだよ、喜ぶよ。あの中に住んだら見えてる。仲良しだねって。でしたか、大丈夫でしたか、言われたかった、大丈夫でした。なんか見えなくなったかな、先ほど。あ、ごめんなさい。あ、こっちか、こっちであれしたんじゃないの、ここあるんだから、ここであれしたんだよね。昨日の夏動作ついたばっかりなんだ。こちらが一般の方でございます。じゃあお書きなさい。
はい、少々お待ちください。ごめんなさい、イカミミでしたね。はい、少々、はい、失礼します。すいません、どうぞ。
いていいかな。やってる。はい、国籍にお願いします。よくぞ。コロナ後ろから。前、神戸の赤字の人と、いや、和歌山、だってさ、あの、何もしないでいいよ。絶対、あの、コロナ後ろからって、ギラギラ笑ってた。アイリス住みたいね。なあ、住みたくてもいいよ。そしたら困るから。タイもやっぱこの抱き合うわけ。うん。ドキドキのはしないよ。絶対にしないから。でも、面白い友達な。今度ね、会えるね、あの、スーパー、シャッ、サッ。はい、じゃあ今、ありがとうございます。皆さん、笑顔でお願いします。おはよう。って言われた。そういうこと。
ことは、うまかったのも暇だったかな。昨日、うん、分からないけど、昨日誰も歩かないよ。友達もね、今年すごい変わったねって言うんだわ。旅館に住んだわ。旅館、うん、観光旅行は誰よ、友達違うよ、日本に住んでるから。あ、永住権、甘いと刺身食べられないよ。いや、いいわ。1年2回町行くから。刺身食べに、うん、これ全部いっぱい食べに。だけ言ってたね。お母さんのあっちの方へ行ったらね、うん、山と海だから、うん、だからいいっしょ、山と海、海分かれないと思わない、うん、ただ魚とかそんなのは、うん、北海道の方が美味しいんでしょ。北海道の魚食べたらね、フィリピンの魚食べられないんだよ、うん、フィリピンでも魚焼いたりしても食べるんだよ、うん、刺身も食べられない、うん、刺身は食べない、まあ今はあるけどね、だけど昔も食べたことあるけど分からない、身がわーってしてるのにあったかいよね、うん、ほんとにこう風呂入ってないよね。すごいじゃん、半分と半分と。
納豆とオクラだから。納豆なの？うん、納豆とオクラ。何食べてるかわからない。失礼いたします。わさびを入れる前に醤油つけない。それだ。これ全部食べて。
ないな。テレビで、うん、オーストラリアって1メートルの高さ高いよね、うん、2、3メートルか潜れないんですよ。うん。写真はグッズになった見るんだからね。は？写真がグッズになった見るんだから。ごちそうさまでした。